その次の項目に進みたいと思います。次が、グレインですね。次からは、グレインと、それからクロス、エア、ストリングス、それから、ソフトボディという形でそれぞれの、ものに対してですね、簡単なセットアップ例というのを紹介していきたいと思います。まずグレインからですね、紹介していきます。グレインは、粒のシミュレーション、粒子のシミュレーションを行います。砂とか泥とか、それから雪とかですね、そういったもののシミュレーションが行われます。ここでは、この白い、タンクですね、枠の中に敷き詰めたグレインの、セットアップ方法と、それから、グレインの、塊、クラスターを設定する方法について見ていきたいと思います。まずこちらのデータ、3種類ほどちょっと設定を変えて、レンダリングしたものがありますね。そちらを、お見せしたいと思います。1つ目が、一番シンプルなものですね、砂に一番近いような形のシミュレーションになります。で次が、追加でその、グレインのそのセットアップで、追加でコンストレイントをセットアップして、少しその塊と、それからこうまとわりつくような、結果にしたものがこちらになります。でさらにその塊を、パラメータを変更して、固くすると、こういう塊を残したまま、シミュレーションするというようなことも行えます。では、こちらの、まず最初にその砂のそのシミュレーションをするまでの、セットアップについて見ていきたいと思います。もうこの全体像から、ですねご紹介していきます。こちらが全体像です。ジオメトリーから読み込んできて作成して、シミュレーションしてキャッシュするまでのところですね、のネットワークになります。だいたいそれぞれ、オレンジのあたりで、ソースの設定、ソースなので今回の場合だとグレインを発生させる、ボックスですねの設定で、黄色のコリジョンの部分で今回だと、タンクと、それから、クラッグですね、ジオメトリー、テストジオメトリーですねの衝突を行うので、そこで、コリジョンのところでその2つの構成というのを行っています。で緑のコンストレイントのところで、コンストレイントの設定、グレインが、どう、吸着し合うかとか、関連し合うかとかですね、そこのあたりの設定を行っています。ではまずそのベースのジオメトリーについて簡単に見て、ご紹介していきたいと思います。元のジオメトリーは、クラッグ、テストジオメトリークラッグ、フーディニーインストールした時についてきているものですね、アニメーションしているジオメトリーですね、そちらと、ボックスを使用して、タンクとそれからタンクの、反転したものを使用してグレインのソースのジオメトリーの立方、長方形ですねを、作成しています。ソースを同じにすることで、タンクの大きさを動かせばグレインの埋まるところの、ソースのジオメトリーの大きさも、合わせて変わるように設定しています。で、先ほどのコリジョンの部分ですね、タンクのジオメトリーと、単純に、クラッグ、オブジェクトマージでインポートしてきたクラッグのジオメトリーを、マージして、同時に表示させてます。こちらをコリジョンオブジェクト、シミュレーションするときのコリジョンオブジェクトとして使用します。で、アニメーションしているジオメトリーとグレインをそのシミュレーションするときの、注意点として例えばそのグレインのソースのジオメトリーとアニメーションしているジオメトリーがすでに最初のフレームの時点で、ぶつかっている、干渉している状態だと、シミュレーション開始時点でコリジョンジオメトリの内側にグレインが発生するということになってしまいます。で、こちらではそれを避けるためにそのクラッグ、アニメーションしているジオメトリーとそれからそのソースのジオメトリーですねをブーリアンソップで削って、ジオメトリーの外側にだけグレインが発生するようなソースジオメトリーを設定しています。で、ソースジオメトリー最初のフレームのアニメーションしているジオメトリーは最初のフレームだけがあればいいので、タイムシフトソップを使って1フレーム目のジオメトリーに、固定した状態で、ブーリアンソップでつないでいます。また、クラッグ、テストジオメトリークラッグですね、フーディングについてきているそのクラッグのジオメトリーは、デフォルトの状態だと、プリミティブの情報を、直接そのサーフェスの情報を直接読み込んできているわけではないので、正しく計算されないことがあります。ですので、こちらではアンパックソップをつないで、元の、ポリゴンを返してきています。
で、その状態のものをブーリアンソップにつないでいます。で、さらに、少しそのこれでもそのグレインのサイズによっては若干その入り込んでしまうということも考えられますので、そのアンパックソップの下にピークソップをつないで、少し削るジオメトリの方を大きくして、ちょっとだけこう外側が削れるように、セットアップしています。その次ですね、先ほどの部分で、タンクの部分、コリジョンジオメトリの設定とソースのジオメトリの設定が終わっていますので、ベラムのグレインの設定を行います。ベラムコンフィギュアグレインソップですね、1番目に先ほどのブーリアンソップで作ったソースジオメトリ、3番目に先ほど合成したクラッグとタンクのジオメトリを入れて、接続します。ベラムコンフィギュアグレインはかなりパラメータの少ない、ソップになっています。クリエイトポイントフロムボリュームというところにチェックを入れることで、その1番目に入力してきたジオメトリの中にボリュームを発生させて、その中にこうグレインを敷き詰めるというような設定を行うことができます。で、その下のグレインサイズでその実際に発生させる粒子のサイズを設定することができます。で、そこの設定を行って、再生したものが最初の動画をご紹介した、砂に近い、まあ、単純にそのか、お互いにその粒子同士が干渉し合うだけの、ぶつかり合うだけの、シミュレーションになります。では、追加の、設定について見ていきたいと思います。先ほどの2つ目と3つ目の例に、必要な、コンストレイン、追加のコンストレイントですね、について紹介します。先ほどの動画であったような粒子が互いにこうひっつき合うような塊になるような、シミュレーションを行うには、ベラムコンストレイントで、グルーというコンストレイントを、追加する必要があります。設定方法は単純で、ベラムコンストレイントソップをそのまま呼び出してきて、コンストレイントタイプをグルーにするだけです。で、また、そのジオメトそのコンストレイントタイプの下のところに対象となるターゲットのジオメトリのクラスを選択するところがありますので、そちらを、まあ、ポイントに、することで、グレインに対してグルーをかけることができます。また、こちらですね、コンストレイントパワーポイントとマックスサーチポイント、こちらでどれぐらいその周囲のグレインにどれぐらいこう検索をかけるかで、またそのうちのいくつに、まあ、ひっつくかというのを設定することができます。なのでここを上げることでよりこう塊の、まあ、一塊の状態のシミュレーションを行わせることができます。で、またその下のところですね、スティフネスですね、これを上げるとより強くお互いがひっつき合うという状態になりますので、シミュレーションするとこう一塊の、なんかこうジェルみたいなような形の結果にすることもできます。また、このグルーですけれども、この一番上のクラスターアトリブという項目、こちらを有効化するとクラスターというアトリビュートで設定された、グループごとにそのグルーをかけることができます。接着ですね。で、こちらが実際にそのクラスターを有効化して、セットアップした例になります。ベラムコンストレイントグルーのところでさっきの、クラスターアトリブにチェックを入れて、で、クラスターポイントというソップを使うことで、このような、クラスターアトリビュート、まあ、情報ですね、そのポイントごとに、クラスターの番号、まあ、何番に所属しているっていうアトリビュート、ポイントアトリビュートを、与えることができます。で、そちらを使うことで、まあ、ここの塊、この塊は一塊というような形で、シミュレーションを行わせることができます。クラスターの、まあ、数だったりとか、どれぐらい大きさ偏ってるかとかの設定はそのクラスターポイントの、クラスターセッティングスのところで調整することができます。デフォルトではこのボロノイ分割のような形のその分割クラスター化が行えるんですけれども、こちらこの部分ですね、こちらのコントロールアトリビュートというところに、デフォルトだと P しか入っていないんですけれども、そこに、別の追加のアトリビュートを入れることができます。で、さらにそれを、ブレンドすることができます。こちらの例ではこちらが、P のアトリビュートで作った、コントロールアトリビュートで作ったクラスターですねと、CD というカラーの情報ですね、その上に追加したアトリビュートノイズを使っています。アトリビュートノイズで追加した CD カラー情報を使用してクラスターを作って、さらにそれをこう混ぜるということをしています。で、これによって、まあ、例えばその一部分はこう細かく割れていて、まあ、ちょっと外側の方は、大きい、比較的大きいこうクラスターを作ったりですね、することができます。で、こちらの、グルーコンストレイントタイプのその、コンストレイントと、それからそのクラスターですねを使うことで、
先ほどの2つのシーケンスのような、少しこう塊が残っているような、ものだったりとか、まあ、完全にその塊をこう剥がしながらこう歩いているようなそのシーケンスにすることがあります。湿った土、泥とか、もう少しその硬い形にすれば、まあ、雪とかのような形にすることができます。氷かけの雪とかそんな感じですね、にすることができます。で、設定項目、この3つのシーケンスの、まあ、グルーだけなんですけれども、このような形になっております。本当に触っているパラメーターは少ししかないんですけれども、かなり結果が変わっているのがいただけるかと思います。コンストレイントパワーポイントとスティフネス、ストレッチのスティフネスとでデタッチポイントチャンスっていう項目だけですね。はい、を変え、あとここのクラスターアトリブの項目ですね、変えてるだけなんですけども、かなり結果が違っています。ということで、グレーについては以上としたいと思います。